スクリームウェブサイトをご覧の皆さん、インディゴラエンドのボーカルギター川谷絵音です。ギターの佐田カーティスです。ウルはドラムの太田雄介じゃ4月2日にインディゴラエンドは、メジャーデビューサードミニアルバム、あの街レコードをリリースします。しましたなのかもしれないけど、4月2日に、ついにね、あのメジャーデビューミニアルバムという、僕らにとって3枚目のミニアルバムで、まあ、アルバムとしては4枚目なんですか、ね、結構出してるけど、まあ、今回の作品はなんていうか、まあ、ちょっとこう開けた作品というか、今までのこうインディゴラエンドのこうなんだろう、ちょっとあんまりやってなかった部分というか、こう結構ね、俺ら割と複雑なことをさやったりしてたじゃない。リード曲はさ、結構ちょっと聞いてよの話ポップみたいな、ポップなものをさ結構リード曲にしてたから、こうね、分かりづらかったかもしれないけど、で、まあ意外とやってなかったその原点回帰というか、まあ8ビートとかそういうシンプルにこう歌を伝えるっていうね、趣旨の作品になっております。ね、ぜひ聴いていただきたいと思います。で、そのね、今回のあの街レコードのツアー、夜明けの話という、ワンマンツアーが6カ所あります。4月4日の、名古屋アポロベースを、皮切りに、ね、最後5月14日、渋谷クラブクアトルまで回るので、ぜひ、ね、アルバムを聴いて、ね、ライブに、まあ、行きたいと思った人は、ぜひ行ってください。でね、まあ、最後はこれスクリームということで、まあ、スクリームってまあ叫ぶっていう、ね、意味があるんですが、ドラムのラオウさんに叫びをパンテラをちょっと一瞬やってもらいたいと思います。それではインディゴラエンドでした。ありがとうございました。